ナオ。遊んでやるよ、三下。どうましろ、と申します。見せてくれないかな。期待は薄いけど、スキルホルダーなんだろう。僕、わざと負けてあげる。面白いもん見せてやる。諦めちゃダメだよ。わざと負けてあげる。生徒会を死刑執行する。今すぐ地獄に送る。わざと負けてあげる。ターゲットロック発射。面白いもん見せて。ターゲットロック発射。始めようか。なんか急に静まり返っちゃったね。わざと負けてあげよっか。目標セットスイッチ。面白いもん見せて。くそ、まさに極上の狂気の名にふさわしいよ。努力が成功を生むなんてとんでもない誤解だよ。ガンガン。そこで強制だね。努力が成功を生むなんてとんでもない誤解だよ。あいつらに勝ちたい。嫌われ者でも憎まれっ子でもやられ役でも主役を張れるって証明したい。暇つぶしにもなる、ね、やっと勝てた。やられるための豚で止まってんじゃねえぞ、三下。僕、わざと負けてあげる。やられるための豚で止まってんじゃねえぞ、三下。ひどい。前向きなのが僕の唯一の武器だ。やばです。もうすごい。届けた。面白いもん見せてやる。安心して、僕は弱い者の味方だよ。ガッツンしてみましょうか。ガッツンガッツン。そこですわざと負けてあげよう。強制だ。生徒会を死刑執行する。食われるための豚で止まってんじゃねえぞ、三下。今だ。
勢いだけで押し切ろうとしても無駄です。カウンターアタック。僕、わざと負けてあげよっか。発射。生徒会を死刑執行する。そこです。そこです。面白いもん見せて。カウンターアタック。君分かったよ。かっこよく死ねばいい。まさに極上の狂気の名にふさわしいよ。わざと負けてあげる。そこです。この大勝利を逃したら、そろそろ一度見とったね。あいつらに勝ちたい。嫌われ者でも憎まれっ子でもやられ役でも主役を張れるって証明したい。本日のやっと勝てた。